マスダ競馬場は、島根県マスダ市にあった、地方競馬の競馬場。現在のマスダ場外発売所についてもここで記述する。コースは一周1000メートルでフルゲートは8頭。日本一小さい競馬場として知られていた。ただし、旧車区画などがあったことから、競馬場全体の敷地面積では、川崎競馬場より大きい。基本的に土日祝日の開催。 毎年4月開幕で1月末で閉幕。2月から3月は旧模様詩であった。馬券売り場はスタンドとは別当となっていた。馬券はこの別当の馬券売り場か新しく作られたスタンドでしか購入できなかった。着順掲示板はアナログの手動式であった。パドックは京都競馬場と同じく珍しい円形。馬場とスタンドの敷地の間には行動が通っていた。また開場時から 九市島で競馬新聞のシーホースが発売されていた。新聞の名前は日本海のそばの競馬場ということから名付けられた。主にアラブ系の競争馬によるレースを展開してきた。250戦出走の渦潮太郎46勝を挙げた日本海キャロル西日本アラブダービー勝利後、その他競馬に移籍して10勝6勝を挙げ、マスダの怪物と言われた。 日本海ユーノスなどが過去にマスダ競馬場に所属した。また、当時の日本記録である350勝を挙げた女性騎手の吉岡真貴子、国外で活躍する日本人騎手のパイオニア的存在であった道野川光彦、現在大井競馬場に所属している岡見本君氏も、このマスダ所属の騎手であった。1991年には、頭数不足を補うためタ馬や期限付きで、 サラブレッドを一時導入、その後1997年11月から北海道競馬の三余歳馬を導入し、さらに翌1998年の第2回開催から転入条件を緩和し、収得賞金250万円以下で出走歴のある三から五歳馬を転入可能とした。なお、負担重量が 63kg を超える上級馬はアラブ系競争に編入されるとした。 しかし、慢性的な赤字経営やサラブレット導入による中央競馬との交流戦の開催も困難だったこともあり、2002年度で経営の改善が見込めない場合はその年で休止する方針を決めたが、結果的には2002年8月のお盆開催を最後に休止となった。休止後は、マスダ場外発売所として南関東公営競馬を中心とした。 場外勝値馬投票券発売所として活用されている。また、跡地の一角には公共職業能力開発施設である島根県立西部高等技術校が2011年4月1日に開校された。マスダ市立高津学校給食センターも新設され、2016年4月8日より、マスダ市内の小中学校へ提供する給食の調理が開始された。 マスダ競馬場開催時、発売、発売な支配姉前は、枠服は 4R まで、枠一重は 5R 以降の発売だったが、末期は全レース枠一重だった。また、全レース6枠制だった。マスダ場外発売ショバー服、馬ン、ワイド三連服、三連タンを加えた9種類すべて、発売。マスダで開催されていた重賞はすべて、アラブ重賞である。 ABCDEFGHIJK マスダ競馬場地方競馬の黄金時代2009年6月8から13ページ競馬ブック平成10年5月4日号 P164 列島10段地方競馬ニュースありがとうございます